ウェルカムトゥーマイチャンネル。こんにちは。現役高校音楽教師ピアニストまゆみです。今日は、私がいつも、ちょっと心と体のバランスを取るときには必ず訪れる、植物園に来ています。そしてここで、この景色を見ながらお話しさせてください。今日はですね、今大騒ぎになっているセクシー田中さんっていう漫画のテレビ化についてのことなんですけど、私ね、すごく悲しいことだと思ってるんですね。実は私この漫画知らないです。で、漫画とかゲームとかほとんど今やらないんですね。ただ主役の方が実は8ヶ月前からベリーダンスの練習をしてたとか、なんかいろんな脚本家の方がどうのとか、そういういろんなせっかくの作品が、結局そういういわくつきの作品になってしまい、しかもその作者の方がお亡くなりになったという最悪の事態を迎えていることに対して、不詳私の考えを少し話させてください。それはね、実は私は子どもの時というか、もう年齢がこれでわかると思いますけど、ベルサイユのバラとエースを狙えっていう、漫画が本当に好きで、セリフも覚えてるぐらい読み込んでいたんですね。でそれがアニメ化された時にびっくりしちゃったんですね。これ同じ作品って。そして、妹などが必死で読んでいたキャンディーキャンディーとかも、テレビ化された時に、テレビ化アニメ化されるっていうことは、そりゃね、もう気の遠くなる枚数を書かなきゃいけないわけですし、ですから私の中ではその原作が、私わかんないけど、ルローニケンシンとかもそうなんですよね。テルマエロマエに関してはすごく多分いい出来だった、私ウィンウィンだったんじゃないかと思うんですけど、その、作者の、マリさんとその映画の出来っていうことでいくとね、なんですけど、今回のことはなんだかよくわからないけど、なんかもう完全にその言い合いになってしまっていて、一体誰の責任だみたいな話になっていますけど、私の考えはもちろん原作ありきに決まっているんですけれども、そのベルバラやエースを狙えやキャンディーキャンディーのその思い出から考えてみますに、もうその一旦作者を離れて、その別の方のそのフィルターを通さなければならなくなった瞬間に、もうそれは作者の手を離れてしまっているので、作者のそのオリジナルの、エッセンスを感じることのできる、もう全く別の作品になってしまうのだなっていうのを、私は子供心に思ったんですね。だから見なかったかな、テレビは。一応見たけど、であとその声が、いやこんな声じゃないってはずとかやっぱり思うわけですよね。その漫画には声ないわけだから、そういう意味において、ただそうすることによって今までにいなかったファンを獲得することができるとか、いろんなメリットもあるんでしょうし、ですから、ごめんなさい、全方位ウィンウィンになるためにやるはずのことであるのに、今回は最悪の結果になっているなって思ったんですね。もう一回言いますけど、私の場合はもう作者の手を離れた段階で誰かの手が入ってしまうのならば、原作を元にした全く別の、6割ぐらい、だったらもう良しとするしかないのかなっていう、気がしておりますでもきっとそこはね、
譲れなかったんだと思うし、その作者の方のお気持ちは本当によくわかるから、本当になんて悲しい事件なんだろうと思ったんですけれども、本当に今誰が悪いみたいな話になってましょう。もう作品のことって置き去りになっているし、やっぱり何でもそうなんですけど、一人でやれないから、チームで何かをするっていうのはそういうことなんですね。ピアニストはね、いつも言ってますけど、チームにならなくていいんですね。一人で弾くんですね。一人でステージに上がるので、誰かとコンセンサスを取らねばならぬとか、そういうことってほとんどないんです。まあ、いい演奏をすればいいんですね。もちろんその音楽事務所さんとかホールの方とね、揉めるようなことがあってはいけないですけれども、でもそのなんというのか、そういうことって日々は起こらないわけですよ。昨日ね、まあ、ある、オーケストラの方からちょっとその内部で揉めてるっていう話を伺ったんですけど、まあそういうことなのかなと思ったんです。だから、そのせっかくあんなに主役の方、私あんまり存じ上げないんですけど、すごい似合ってらして、すごい綺麗でいいなと思いました。木南さんっておっしゃるんでしたっけ、玉木宏さんの、奥さんですよね、確かね。はい、愛知県の誇る美男の奥様ですね。もうすごいスタイルも良くて、すごいよく似合ってて素敵だなと思いました。できっとお話もね、まあ、大体ですけど概略は聞いていますので、本当に残念だなと思うんですよ。なんかもう完全に作品のこと置き去りになってましょう。それってね、チームで何かものを作るっていうことの、ね、なんかこういうことになっちゃうんだなっていう、その力関係であるとか、まあまあお金のことだったりするのかもしれないんですけど、本当に悲しい事件だなと思って、人気とかね、昨日私坂本龍一さんとハチャトリアのことをちょっとお話しさせていただいて、明日人気っていう、人気ってなんだろうっていう、動画を出させていただくんですけれども、そういうことも考えながら、なんだかとても誰も幸せになってないなって思っちゃって、すごく悲しい気分になってしまいました。原作者の方のね、もう強い思いはリスペクトですし、そういう強いお気持ちをね、尊重して、差し上げたいし、心よりご冥福をお祈りいたしたいと思っておりますよ。はい、今日は不肖私の真由美樹的考察ですね。あまりにもなんか変な方向にすごく騒ぎが大きくなっていて、その作品がなんか置き去りになって、作品のせっかくの作品がね、私ベルバラが宝塚になった時もちょっとひっくり返りそうになりましたもん。いいか悪いかって話じゃないです。漫画の世界観を愛していた人間からするとやっぱり理解はできなかったですね。ですが見ていくうちにその良さっていうのも分かるし、それによって新たなファンができるっていうのは事実だと思うんですね。なので何がいいって話ではないと思います。はい、いつもありがとうございます。それではまた別の投稿でお会いいたしましょう。 Thank you for watching. Subscribe and high relatively. So see another post. 梅が咲きました。最後までご視聴ありがとうございました。